お疲れ様でした。はい、どうも。今日の試合を振り返っていただいてよろしいでしょうか。そうですね、やはり昨日に引き続き前半は決定機で決めきれない場面だとかあったりとか、まあ、当然ピッチ状況も影響はあると思うんですけど、やっぱそういった甘さというか質の低さがあったので、後半もう一回締め直そうということで、まあ、いろんな形から得点ができたので、これはまた次につながるかなというふうに思います。今日の得点についてお願いしてよろしいですか。得点、はい、そうですね、やはりそのピッチ状態考えると、あまり時間をかけすぎるのも良くないと。だからファーストタッチだとかもらう位置だとか、そういったところにもっともっと気を使おうということで、そういう反転してのシュートであったりですとか、そういったところが出たっていうのは非常に、まあ、有効だったんじゃないかと思います。次の試合の抱負をお願いします。次の試合は、まあ、川島さんと昨年のクラブユースで戦わせてもらって敗れているので、またぜひともここでリベンジできたらなと、選手も意気込んでいると思うので頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。